実験って何？怖っ。新薬実験とかされてたのかな？アルカロイドだけにみたいなノリで。さすがにそれはないと思いたいですが、非人道的すぎます。今ですら大概なのに。うむ、天璋院先輩は告白のセリフ回しをしていたけど、一番最初に言っていたよね。誰一人切り捨てたくはないと。あれは多分本音だったんだよ。最初からネタバラシとやらをすると緊張感がなくなるからと真意を隠して脅すようなことを言っていたけど、あの人にはよっぽどのことがなければ僕たちを解雇する気はなかったみたいだね。僕たちは MDM で結果を出せなければ解雇されるという話だったけど、いざとなれば MDM への出演費用をフィーネが立て替えることも考えてたみたいだよ。そうなの？まあフィーネは常に所持リットルがカンストしてる ES ビッグ3だから、そのぐらいの資金はポンと出せそうだけどね。うむ、僕たちが自分で稼いでくれるならその方が良かっただろうけど、ダメだった場合の時のことも考えていてくれたみたいだよ。そして僕たちは MDM に出演さえできれば、やっぱりよっぽどのミスをしない限り結果は出せたみたいだね。というと？いや、僕もまだ触りしか聞いてないからわからないけど、 MDM はそういう仕組みに内容になってるみたいだよ。企画責任者のプロデューサーさんがそう言ってた。ふむ、いざとなれば自腹を切ってでもリストラの浮き目に合うものをなくすというのは素晴らしい慈愛の精神です。俺は H さんのことを誤解していたかもしれません。風評のみを信じてはいけませんな。まあそれもフィーネや天璋院先輩の財産に余裕があるからだろうけど、いざとなれば普通に切り捨てただろうし、それだけのことであの人を優しい善人だと思うべきではないけどと、これもプロデューサーさんが言っていたよ。はい、鉄頭鉄尾、優しく清らかな人であってほしいという期待は重たいものですから、清濁合わせ持ってこそ人間です。だからこそ死者しか聖人にはなれない。話がそれました。どうも近頃気づきましたが、俺にはそこに触れられると乱されてしまうという精神的な地雷のようなものがあるようです。そんなの誰にでもあるよ先輩。それよりも実験っていうのが何だったのか気になる。うむ、トリックスターの先輩たちもそれっぽい推測を述べていたけどね。どうも ES の仕組みのみを用いて一からアイドルを育ててみようという実験だったらしいよ。どうも強制的に劇的にアイドルを才能開花させてしまうプロデューサーさんやトリックスターと関わらないナチュラルな状態で、適当な人数を組ませてユニットを結成させて ES の仕組みを利用させて活動させて、どのくらいのアイドルに成長するかを観察実験していたみたいだよ。ふむ、まあそんなところだろうと思ってはいました。必要な工程ではありますな。 ES というものが前代未聞の、これまで地上には存在しなかった代物ですし、それを実際に動かしてみてこの現実でどのぐらい想定通りの働きをするか確かめていたんでしょう。車でも電子レンジでも何にでもそういう使用実験は必要です。その実験結果を反映し仕組みや機能を改善していく、俺たちはそのための被験体第1号ですか。ああ、だからこそ私たちだったんですね。科学実験に用いる素材のようなものでしょうし、アイドルとしてはそれまで存在しないに等しかった私やヒーローさん、実績がほとんどなかったアイラさん、入院していてそれまで積み重ねていたものを失ってしまった辰巳さん。俺は事務所も変わりましたしね、新人と同じです。
同じく入院を繰り返してアイドル活動をできずにいたことがあるらしい H さんからの共感や恩情もあった気がしますけど、何にせよアイドルとしてはほとんど真っ白な何者でもなかった者たちがしっかりと仕組みを構築された ES の中でどんな行動をしてどんな結果を出すのかを観察したかったんでしょう。それで俺たちが立派なアイドルになったらよし、 ES の仕組みは機能する、有効だと判断できて、その後はほぼ同様の手順である程度の輝きを放つアイドルを量産できます。ダメだったなら失敗の理由を解析し、仕組みなどを改善して同様の実験を繰り返す。実験が成功するまできっと何度でも